はい、世界一嫌われ医者の格闘道場、チャンネルをご覧の皆さんこんにちは、うちみんです。今日はこの格闘道場シリーズで、まあ、結構視聴数の多い教育シリーズですねの現在やっている教育シリーズ「鬼と精神」っていう、まあ、教育シリーズありますが、まあ、この第7回目ということで、今日はですね、前回深層心理みたいな話したと思うんですけれども、少しまた東洋医学の方に戻ってきまして、この精神的な学問とね、陰と陽とか、まあ、本当は五行配置とかもね関係するんですけど、そういう風なパワーバランスみたいなねものの話をできればと思います。ちょっとこう陰陽を応用したような、そういうイメージになるわけなんですけど、今日はこっちのねホワイトボードのこの辺にまあいろいろと書いては消し書いては消ししていくというふうに思うので、何も書いてませんけど、まあそんな感じだと思ってください。で、東洋医学ってね、陰陽とか五行とか経絡があるっていうのはこれまでお話ししてきたんですけど、通常ね、整体師とか鍼灸師とか漢方医でも使う時は人に対して使うんですよね。で、例えば人がいたとしますというふうになった時に、このどこでもいいんだけど、どっかを見て、それで全身を見ようと、縮小したところから全身を見ようというふうにするわけだ。例えば腰痛の人がいればこの辺の腰のところを見て、腰の周りを見て、でそれでそれは腰だけの問題じゃないっていうこととかね、全身のどこの問題なのかなっていうことを捉えたりとか、まあ、あとよくやるのは足裏の人ね、足裏マッサージをする人って足に全身見てますけど、でそうやってそこに全身を見るっていうことで状態をつかむ、これもまあ少しね応用しながら見てるということなんですけど、これ別に悪いことやってるわけじゃない、いいことやってると思うんですけども、縮小してしか見てないっていうことなんですね。これだともったいないから、半分しか使えてないってことですねっていうことなので、そういうのが大きくなってきて、家とかそういう話になると風水っぽくなってくるんですけど、これを逆にしなきゃ、拡大するっていうのが応用の第一歩になります。で、どうやって拡大するんだってことになりますけど、1人の上はないので 1.2 人っていないから2人になるわけだ。で、2人になるんだけど、こうなった時になってるね、こうなって、この時に2人はもう1人ずつで本当は一緒にできないんですけど、これをまだ夫婦とか恋人とかそういうノリになりますが、こうしてこれを1つとして見なさいというのが第一歩、拡大応用の第一歩っていうことになりますね。だからこうするんですよね、イメージ的に。でそれでこうすると、はい、いうのが第一歩っていうことになりますね。これ対極図書いたわけなんですけれども、でまあねいろんな夫婦伴侶とおると思うんですけど、まあ、例えばね、すごい極端で分かりやすい例にしますと、じゃあ65歳男性30年薬漬けっていう人がいたとします。でそしたらこっちが、はい、じゃあ同じ年でしましょうか、65歳女性30年愚痴ばっか言ってるけど元気みたいな、はい、まあこういう人いるんじゃないかと、たくさんいるんじゃないかと思いますけどこれは、まあ、よくある話なんですけども、これをこう対極図とか陰陽っていう発想から見れるかどうかっていうのは非常に大事なんですね。でこれは簡単ですよ、すごく。でまあもちろんね、この人が何で30年薬飲み続けてんのか、この人にいろいろ聞いたらある程度流れは分かります。で、この人は30年愚痴ばっか言ってるけど、薬飲まないで病院行かないっていうのもなんでかっていうのも、それはいろいろ時間かけて聞きゃわかるんですけど、ね、現場の世界では、そんなんでいちいちこの人たち聞いてる時間はないんですよ。本当のプロの世界でそんなことやってる暇ない。もっともっと見なきゃいけないことがもっと別に奥の方にいっぱいありますので、こんなんをなんていうかな、0.1 秒で把握しないと話にならんっていう。そういう感じなんですね。でそういう時にこういう風な関係をパッと思いつくっていうのが大事。まあだからイメージ的に言うとやっぱこっちこっち取られてるのかな。エネルギーというイメージで言うとね、吸い取られてるっていうか依存してる方向性がこっちだからこっちという、そういう言い方でもいいかもしれませんけども、でそれで逆に言うとこう隠れてコントロールしてるのがこっちみたいなね、まあそういう風にも言えるかもしれませんけど、取り方はいくつかあろうかと思います。
でもこれはパッとそういう関係になってんだなっていうふうに思ったらね、まあ、どうすればいいかなっていうのを考えなきゃいけなくて、一番ね極悪で分かりやすくするのであれば、この人をまあ薬漬けにするのが一番簡単。実際はできないけどね。そしたらこっちの薬漬けなくなる。これ陰陽だけで考えてるから。まあ現場ではこういうことはないんですけどね。まあ実際にはこの人がついにね65だから病気になっちゃう、何かの病気になっちゃいましたっていうふうになると、そうするとこの人が薬をねやめるっていうのが現場では結構あります。やっぱもう依存できなくなってね、お金の問題とかいろいろあるかもしれませんよ。何があるかわかんない、そんなもん具体的な話に過ぎないんですよっていうことなんだけど、まあそういうことで引用関係がね変わってしまうっていうこととかが結構ありますが、今その陰と陽っていう、こうエネルギーバランスみたいなノリで言ってるから、まあこういう極端な話ができるっていうことですね。でこれ今2人でやりましたけど、現実の世界2人だけじゃありませんので、もうちょっと増やしてみましょう。家系とかね、家族図っていうやつが精神療法の世界では大事になりますから、次こうか。2の次は3なんですけども、3人だとちょっと分かりづらいので逆に5人ぐらいにしておきます。でこういうふうな家族がいたというふうにしますと、この場合もこうしなさいというふうに言ってるようなもんだね。で対極図作るみたいなイメージからまず入ればいいんですけども、その時に例えばまあ代表的なね話をしますと、まあ、例えば同じく65歳男性官僚、65歳女性教師、校長先生だとしましょう。35歳男性警察官、まあ33歳消防員とかにしましょうか。そうするとここ何ですかってよく聞くんですけどね、まあイメージ的にはこれ順番変わってもいいですよ。順番変わってもまあ一応 OK なんですけども、例えばここニートとかね、ここがまあ精神科患者で来るとか何でもいいんだけど、まあ私とかすごいよくそういうことあるんだけども、まあこれ本当に最も、まあ、典型的なパターンなんですけど、これもねだからそうさっきの話でこうなってるんだっていう、対極図っぽく言うとでこうなってるんだとっていう風に見れるかどうかっていうのがまず最初になるっていうことですね。でまあこの仕事つけたっていう理由はもうね見てる人なんとなくわかると思いますけど、一応国家系のね、まあ、安定した職業をつけたつもりなんですけども、まあ、この人たちにとってはなんか普通でね、あのレールに乗っかってて長いものに曲がれてて大集団の中に溶け込んでると、まあある種ね大丈夫みたいな、まあそういう感じがあって、それだとそんな簡単にね病気になったりしないみたいな、まあそんなイメージだと思うんですけれども、ここがキャラが違うっていうことが結構よくあります。まあなんか芸術肌でも他でも何でもいいんだけどさ、ゲーマーでも何でもいいんだけど、まあそんなような感じだとすると、でもまあこれね精神科の患者だと、まあ、仮定した時に、まあ、10年20年も薬飲んでると薬で脳みそやられちゃうから、もうまた違う人格になってしまうっていうのはあるんですけれども、最初はね大体みんな大したことないですよ。中学高校大学生ぐらいになって精神科に行って、それからずっと通い続けるって人多いんで、最初はねしょっぽい理由でね精神科とかねカウンセラーとかにかかるんですよ大体。まあ本当に実際大したことないんだけど、そっから始まるのなんだけれども、この人たちこういう人たちだから、こういうなんかある種の攻撃的な感じがここに起こるんですよね。なんであんたはそうなのみたいな、まあそんなイメージですかっていう風になると、この人は自分のキャラとこの人は違うから潰れていくというか、へこんでいくっていうか、まあ反発するだけの場合もありますけど、まあっていう風になっていく。でまあそれの成り立てがこんな感じっていうイメージ、これはまあ一般人でもよくわかるんじゃないかと思います。まあそうするとこの人かわいそうに見えてくるかもしれない。でもね物事にはみんな同じく陰と陽みたいなところがあるので、こいつ得してるところもあるんですよ。はい、まあニートで得してるって言ったら、一番はやっぱりあれかな、あげ前据え前、働かなくてもね食べれるみたいな、まあそんなようなイメージですか。まあこういうのをね専門用語では疾病利益って言います。こういうふうに働かなくても食っていけるっていう状態を、まあ例えばねこれに限りません、疾病利益っていう専門用語を使います。病気になると陰で得をするっていうことよ。これね心がすさんだ病人はこういう発想も受け付けることできないんですけど、一般人は分かるとこあると思う。例えば学校に行きたくない子が熱を出しちゃうみたいなね話とかも、一種の疾病利益だというふうにも言えますし、
自分が病気だと、相手の伴侶とかにチヤホヤしてもらえるみたいな、まあ、それも一種の疾病利益だというふうにも言えるかもしれませんね。まあ、そうするとこいつなんかずるいやつにも見えてきましたけど、それの逆もまた当然ながらあるわけですよ。これ全体で見た時に、病気で言うとね、なんかいいことないかなっていうふうに探した時に、ここ病気ないわけですよ。病気ない、ない。ここだけなんですよ。まあそれはこいつらが押し付けてるとも言えるわけなんですけども、逆にね、この人がそれをやってしまってるっていうことが非常に多い。てかまあ 100% ですね、ほぼほぼ。だから自分がこの人のね、この人たち嫌いなはずなのに、その自分が全部その病気とか負のオーラみたいなやつを全部引き受けちゃってる。はいはいはい、お前らクソどもの家族のね、負のオーラとか全部俺が受けときゃいいんでしょ、そしたらお前ら満足なんでしょみたいな、まあそういう感じで、それでこいつがね、これ無意識のレベルですけど、深層心のイメージね、深層心理的に言うと、それを平気でやらかしたりとかします。だから自分では自覚、この人は自覚できないの。これまあいわゆるアダルトチルドレン、まあ次回アダルトチルドレンの話しますけども、アダルトチルドレンの用語でいう典型的なスケープゴートってやつですね。生贄っていうやつ、そのものですけど、っていうものになるわけだ。でこれをね、まあ無意識で幼少期からやっているっていうのが、まあ非常に多いというわけなんですね。でね、まあ私とかこういう感じで来るわけじゃないですか。精神科でもアトピーでもさ、難病でもいいんだけど、そんな感じで来たというふうになった時に、本質的なところ、根本的なところから変えない限り病気なんて良くなるわけがないというのがうちの病院のやり方なわけなんですけれども、その時にね、今テーマになったのがこれとこれなんですよ。これとこれが今大きいテーマだったんですけど、これはね、ほとんどの人はね、すぐわかる、っていうかもう実感してる人も結構いる。本当はそういう風にしたいんじゃなくて、みんな自分でね、お日様の人を普通に自分もね、働いたり人生をね、しっかりやりたいことやって謳歌して生きていきたいみたいな、それはもうやっぱ思ってるのよ。それは分かるっていう感じなんだけど、これは本当に分かんないんですよ。なんで俺様があんなクソどものためにこんなことやってるなんていう話になるんだっていう、そういうイメージになるんですよ。はい、なんだけども実はその通り、こう関係性だけ見て、この結果だけ見たらなってるみたいな話だから、まあ、これは精神療法の世界では当たり前のように考えなきゃいけないんですが、まあこれね、これが理解できない限り心から抜け出すことできないんですよ。病気から抜け出したり薬漬けから抜け出すこともできないんだけど、もしできたとします。できて、うわーもうやらかしてるわみたいな、自分はそういう風にして実は忖度したりとか、嫌いだったけどやっぱり好かれたいっていう感情もあるからさ、そのためにスケープゴートやっちゃってるみたいなとかあるわけなんだけど、それが分かって、これとこれやめてね、いろいろ自分の人生や考え方見直して、めでたくね、精神科のじゃあ薬やめれたとします。したらどうなるでしょうってなったら、これも簡単で、別の人は病気になるんですよ。でこれ誰が病気になってもいいんだけど、一番ってここなんですけど、そうするとね、誰もが病気にならないで健康でいられるっていうことはないんですかってよく聞かれるんですよ。ないです、はっきり言いますが、ありません。そんな一家見たことないしみたいな、だいたいいつでもどこでもなんかいろいろあるでしょ。年齢の問題とかっていう、そのタイミングの問題には過ぎない、何かしらあり得ることなんですけどね。じゃあみんな疑問いろいろ出てくるじゃないですか。その疑問はね、そんな悪くない。現実世界を観察してると、いろんなパターンがありますから、そのまた王道っぽいパターンだけ拾っていきますと、次ね、そしたらなんであの一家、あの家族はみんな病気が多いんだろう。なんでこっちの一族は、こっちの一家は病気が少なくてみんな結構長生きなんだろうとか、まあいろいろ考える人いると思うんですよ。それにも必ず理由があるっていうふうに考えなきゃいけないんですね。で、これで次、例えばこれでもう少し家系図を広げます。で、皆さんに分かりやすくするために簡略化して、みんな同じ人数の家族だとします。そうするとこうなりました、こうなりました。で、2人子供がいます。で、こことここがまあじゃあくっついたとしましょうか。で、こういうふうにして、これで一応三角形の家族ができたわけなんですけど、みんな2人子供の4人家族ねっていうことだとした時に、まあこれをね、こうしなさいって言ったんだね、さっきみたいに。まず最初に考える、最初の最初はね、これでみんなね、分かった気になってもらったら困りますよということなんですが、こういうようなイメージを持てば、はい、最初の最初としては良いよっていうことなんだけど、まあ一番よくあるのがね、さっき言ったやつや、とにかくこっちは病気が多い、早死にも結構多いみたいな、ね、そんなような感じだとしてさ、まあここ一人病気しとく子供、こっちは病気ない、
っていうふうな、そんな意からというふうにしますと、これ思いっきり、まあ、陰と陽に分かれていますよね。で、その時にこの人のね、この人とこの人は結婚してるんだけど、どんな深層心理ね、表面上じゃないよ、表面上結婚した理由聞いたら、外見とか趣味が合うとか、あの相性がどうとかさ、何でもいいんだけどさ、収入がとかさ、そんなようなこと結婚の理由であげるから、そんなどうでもいいんですよ。カモフラージュ精神のね、両方の世界ではそんなのはどうでもいいんですけども、この時にこの人とこの人がくっついた深層心理考えたら、どんなことが考えられるか、まあいくつもあるんですよ、いくつもありますけど、一番簡単なのはね、例えばこっちの立場に立てば、こっち病気だらけだから羨ましいわけよ、だからお前らの健康オーラ俺によこせみたいなっていう、そういうイメージ、これ一番わかりやすいですね。まあこれ遺伝学でもこの発想に近いことを言ってたりはします。あの一番遺伝子が遠い人が引き合うみたいなようなことを遺伝学では言うんですけれども、それに発想は近いかもしれない。でこっちは今度結構健康系なんですよ。まあここの家庭関係が本当にいいかどうかわかんない、仮面家族かもしれないし、わかんないんだけれども、まあそこそこいいとした時に、そうするとこの人がよくやっぱり深層心理、まあ表、この表もあるかもしれないけど、やらかしちゃうのが、このダメなやつらっていうかあれやけど、負の人たちの面倒を見てやんなきゃっていう、この余計な奉仕心、余計な奉仕心っていうのはアダルトチルドレンにすごい関係するんですけれども、っていう風なところからくっついたみたいな、まあ、こととかも、まあ、あるわけなんですね。そうするといつもいつもなんかここはあの奉仕の、ね、関係性みたいになったりとかするわけなんですけど、これはまあ一番分かりやすい関係性なんですけどもね。でこれがね、例えばね、ちょっとパターン変えます。無数にあるので、こんなのはね覚えても無駄、こういうのちゃんとできるようになったら精神分析ができるようになるっていうことなんですけど、例えばこういう感じ、こうかだとどういう意味合いかとかっていうの、これノーヒントで考えてみるわけよ。こじつけるっていうか、まあ文句言おうと思ったら言えるんだけど、あえてノーヒントでねパッと考えてもらわなきゃいけないんだけど、これどういう意味、家系図書いたことある人分かると思うんだけどね、これは何か、まあ大体ね答えれる人はね2つ言うんですよ。2人のうちのどっちかが病気になってるっていうわけで、それそれで OK なんですけど、それだけじゃちょっとね、あの半分正解としか言えなくて、これは男だけ病気にしたつもりです。だからまあポイントはこことここが病気で、でこことここは片方しかいない、でここの方も片方しかない、ここも片方しかいないってことなんだけど、普通家系図左側が男性が多いので、まあ、それでこっち書いたつもり、でもこっち大丈夫で、これ弟のつもりで、これ長男のつもり、妹のつもりなんだけどっていう風にしたんですけどね。それあの別に男と男の兄弟もいるじゃないとか言うやつおると思うんだけど、そういうやつは別にそれで、いや別にそれはそうなんだよ、なんか分かりきっとんねん。これは練習だから、想像力の練習なんです。これを見た瞬間パッと 0.1 秒で見抜けないと、残念ながら精神療法とかはあの触りもできないっていう感じなんですね。でね、これ遺伝学じゃ説明できないですよ。こっちだけだったらまだわかりますよ、こっちだけだったらまだわかりますけど、これとこれは違う遺伝子の人ですから、当たり前ですけど、ここはまだ少しはつ、ここはつながってないけどさ、ここから先は結構一応ね遺伝子的には関係はあるわけですよ。こっち関係ないし、これとこれならますます関係ないからっていう感じだけど、なんでこれが引き寄せ合うんだみたいなイメージがまあ必要で、まあこれフラクタルの原則にある程度従っているとも言えるわけなんですけれども、まあそういうふうな感じになってる。だからなんでこうなってるのかっていうのを謎を解かないとねいけないわけよ。でそういう謎を解くためにこういうふうなのをまあ学ぶような、そういうイメージになるわけなんですけれどもね。これもまあ一つの陰と陽、まあ、よくあの男系家系、男が早く死ぬ家系、女が早く死ぬ家系で、例えば死ななくてもいいけど基本的に女性の方がパワーが強いっていう家系、男性のパワーが強いというか、いっぱいいると思うんですよ。昔なんか男尊女卑の風潮が今より強いから、はい、女性強いっていうなかなかないんだけど、でもね実際洗い出してみると、まあ、結構そこそこあるんですよ。じゃそれがなんで被るんだと、重なるんだみたいなこととかも当然ながら考えないといけないわけなんですよね。でね、例えば次で終わりにしますけども、例えばここからねこう家系図を書きました、また三角形しますけど、量子力学でいう周波数の関係性みたいなやつがちょっとお話したと思いますけど、その中で大事なのはフラクタル理論だっていう、非常にね全てのものには周波数があり、固有の周波数があり、周波数が同じもの
は同じ形をする、そして周波数が近いものは寄ってきて周波数が遠いものは離れていくみたいな、そういう話をしたんじゃないかと思いますけれども、それも一つの法則なので他の法則と合わせながら考えてね、なんか意味あるんじゃないかなっていう考えるのが大事、最初はね特に大事ですね。でこれで例えば今こことこは結婚したします。でこうなりました、そしたらこうなりましたと、こういう家系図が今仮にあったとしたら、これでねなんか法則を見つけなきゃいけないわけですよ。で狂ってるところもまあ見つけなきゃいけないわけだ。これはすごい簡単にまだしてますけどね、法律としてこれを、まあ、こう取らなきゃいけないわけだっていう感じになりますけど、っていうふうになった時にまずね、まあもう見てる人分かると思いますけど、ここは3人なんですね。でここも3人なんですよ。はい、これ結構確率低いですよ。だって0人の0人やとも家系図作れないけど、1人2人3人昔だって4人ぐらいまで確率あると思うし、あとは5、6、7、8、9とかで、まあ、多い人もあって昔だって結構いますし、っていうことで考えたらどうしよう、じゃあ5分の1か6分の1ぐらいの確率にしましょうか、3人の兄弟がいるって言ったら、でそれが事情になりますから、これ数十分の1の確率になるので結構確率的には低いわけだ。でこれがもうなんか3つ重なってしまったらもう何百分の1になるからもっともっと低いみたいな、まあ、感じになるわけですけれども、これでこうやっぱね同じ構成でくっついてなんか意味があるんじゃないかなぐらいはね考えてもらいたいわけよ。これもう無意識で先にね寄せてるぐらいのイメージが欲しいですね。でもしそうだったとして、まだこれここが狂ってますね、一応ね、ここが3人だったら全部一緒になるからとても都合がいいわけだ。でそれがね実は一番パターン的には多いんですけど、これがですね実は別の意味で狂ってしまってるっていうことが結構あります。何かっていう一番あるのは、堕胎とか流産とかそういうのかな、それが一番多いですね。それもまあ子供としてカウントするとね、例えば今だと流産した経歴があると、まあ、今のね現代人は結構流産することが多いんですけれども、そうすると例えばこういうところに流産してる人がいるかもしれないんだっていうことですね。でこの場合はこっちが患者かこっちが患者かこっちが患者で全然違いますね。患者間違えた、患者は看護師の患者です、はい、でも変わりますけど、でこの人は病気だっていうね、患者が病気だっていうことでも違いますけど、まあこれ結構一致することが多いです。だからこっちの人が患者でこれがお母さんでしょ、でこれ乳がんだとしましょうか、はあ、っていう風になったら これだけでも一番可能性が高いのは多分最初だと思う。なぜならこの人長女だから、で一番最初の人だから、自分の一家の中でこの人の面倒を見てる最初の人でしょ、だからここが亡くなりやすいんだけど、病気も何かしらの精神的なことを踏まえた周波数の影響があるわけでしょ、こんなんなんてこの年ではなってんでしょっていうだけだから、なんかいろいろありそうじゃんっていう、そういうイメージを持って、それが自分自身に対してもなんかいろいろ考えてることがあるわけだ、幼少期からもいろいろあるでしょうねみたいな、まあ、そういうのの話はまた後半の基礎精神の話していきますけど、なんかありそうだなっていうことさえイメージできれば、例えば自己肯定感にしよっか、カウンセリングの世界とかでよくそういう話だとしたら自己肯定感が低い人だっていう可能性があるわけだ、十分あるんですけど、これ乳がんなっとるし、お母ちゃん人がね乳がんになってるから、自己肯定感が低いってことがどこに反映されるかっつったら、一番最初の人がいなくなるのが自己肯定感が違う形で反映されてるっていうことになりうります。でこれはまあ専門用語では代償行為っていうんですけど、こういうことを人間は結構しでかしますね。でこれがだからこっちは患者だったらこっち今一応あれやからね、だからここになるかもしれないとかね、これは一番手で、これは絶対ではないんですけれども、こうになることは結構あります。だからプロの世界ではこんなんパッと見た時に絶対に流産してんじゃないくらいのイメージをね最初に持てないといけないけど、これ 0.01 秒でパッと可能性があるんじゃないかって、本人がどんなこと言ってても信用しないからっていうね、そういう感じで捉えられるかは大事なんですけど、こういう風なのを見るときには、このだから今も話を元に戻しまして、家系図っていうのの特徴とだエネルギーバランスっていうの、陰陽っていうよりもエネルギーバランスもいいんだろうけどっていう風なのとか、まあこれが本当にプロになるとこれが五行とかそういうのでも見えるようにはなりますが、そういうのを考えないといけないわけで、これを瞬時にやらないといけない、瞬時にやるための技法です。いちいちこれに
と思いながらいっぱい考えて30分かかってるんだったらもう本人たちに聞いた方が早いかもねっていうことなんですけど、やりたいのはここじゃないから、はい、こっから先なんでね、本来はね、っていうことで、こういうのからある程度推測を立てていくっていうことになるわけですね。精神分析、精神構造分析とかではね、家族関係っていうのはすごい大事になりますので、まあそれの第一歩としてね、今のような、話を、しましたけれども、これね、覚えないようにすることが大事。こんなパターンはこれがこうみたいな感じで、もう一対一対応で覚えてる人はもう一生応用が効かない、カチカチの頭になって終わるから、無数のパターンがあるので、その無数のパターンがあるときにそれをね、記憶に頼らないで見て、そこで推理するっていう、そういう無から有を生み出すみたいな、そういうね、思考法がまあ大事になるとも言えますね。まあそれはまたね、ご用意の話としまして、とにかくですね、この精神面のことを考えるときに、この家系構図であれ、家族構成であれ、この東洋医学のね、思想っていうのはいろんなところで使えるんですよ。これがまた行き着くと占いみたいな話にも通じてくるんですけど、こういうふうなね、パワーバランスとか、そういうふうな隠れてる深層心理と家族が陥っている状態っていうのを考えると、いろいろ闇が見えてきたりとかしますので、皆さんも興味ある人は、興味ない人やらないと思いますから、本当これ一番やりたくないから、興味ある人はちょっと自分の一族一家でも考えてみたら面白いんじゃないかというふうに思います。そんな感じで今回は気と精神シリーズの7回目ということで、家系図の重要性と陰陽パワーバランスについてお話しました。こんな感じでこのシリーズはまたずっと続いていって、10回超えていろいろとですね、精神構造分析用の細かいところまで踏まえていろいろお話ししていければというふうに思いますので、これからもご視聴チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。